はい、どうも、白滝です。ただいまの撮影日が9月22日金曜日になるんですけれども、イベントとガチャ更新がありました。ガチャはレフトワーク、超次チーム S 狙い撃ちスカウトで更新。イベント、なんとですね、プロスピパークが今回登場してきました。覚醒のタイトルとしては代打の切り札。で、この動画では、イベント、プロスピパーク、注意点、攻略について話していこうかなと思います。今後もね、こういったプロスピースの情報に関して、どんどんね、投稿していくので、ぜひともね、チャンネル登録と通知、そしてね、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ではね、早速本編の方やっていきましょう。お知らせの方を見ていきましょう。今回レフト枠が追加。アニバーサリープレイヤーで登場してくる選手などもいます。で、ガチャは、超次チーム S 狙い撃ちスカウト。注意ポイントは S ランク確定ではありません。で、このガチャを無課金、美課金税は引くべきなのか、これに関してはする。この後、29日に OB 第1弾、その後は周年イベントで、アニバーサリープレイヤー第1弾、第2弾、もしかしたら OB コラボもあるかもしれません。その後は、選択契約書という豪華な更新が来るので、無課金、美課金税はエナジー、貯めていってもらえればなと思います。で、今回イベントはプロスピパーク、累計報酬なんですけれども、S ランク契約書、括弧代打の切り札が追加されました。シリーズ1は S ランク限界突破コーチ覚醒限定のみだったんですけれども、シリーズ2から S ランク契約書が追加。いや、これはね、いい、報酬のね、調整だと思います。で、覚醒のタイトルは代打の切り札。強い選手がいるので、当たりの選手は誰なのか、明日の朝7時15分に、投稿するので、そちらもね、見てもらえればなと思います。その他の更新情報がマンスリー感謝祭1日1回無料で引けるプレミアムスカウト。運が良ければ A ランク、S ランク。ほとんどの方は B ランクで終わると思います。で、育成応援キャンペーンも来ているんですけれども、キャンペーン内容は1日1回2000ストック経験値と2000コインを獲得することができます。いや、これは嬉しいね。無課金、未課金税からしたら、コインはね、かなり不足しがちなので、これはね、嬉しいキャンペーンだと思います。後半、イベントがね、来たので、これの攻略と解説やっていこうかなと。こちらに重要な情報が書かれているので見ていきましょう。それが前回からの変更点。ランダムボックスは廃止し、報酬の内容を調整しましたと。まだかい。いやー、6月のね、プロスピパークの一件から、ランダムボックス全てのイベントで廃止されていったんですけれども、いや、本当にね、一言だけ言いたい。アニバ総選挙とか、ドリームキャラバンのランダム枠と、このね、ランダムボックスの、確率、何が違うのかと、いや、本当にね、問いたいんですけれども、いや、今後ランダムボックス本当にも廃止されるのか、それとも調整して復活されるのか、いや、本当にね、なんやろうね、コナミさん的にもマイナス、ユーザー的にもマイナス、意味ないんですけれどもね。なんかよくわからない。いや、本当に早く復活してほしい。で、その他の変更点は、すべての累計報酬を獲得した後、V ロード試練チャレンジカップの試合後にチャレンジが発生しないようになりました。これは前回からあったやつかな。で、スチールチャレンジがスコアノルマ達成時点でクリアとなるようになりました。いや、これ嬉しいね。毎回、スチールチャレンジ、5回やらないといけないんですけれども、そのね、3回で大体、達成するのかな。その2回は結構、時間のね、無駄だったので、それが変更されるようになりました。いや、これは嬉しいね。で、一部 UI、レイアウト、演出の見直しを行いましたと。やっぱりランダムボックスは早く復活してほしいんですけれども、今回のイベントでも廃止されました。その代わりに報酬は、かなり調整されたので、報酬見ていきましょう。イベントの報酬見ていきたいんですけれども、累計報酬、エナジーとかね、契約書、獲得することができます。重要な報酬が A ランクの契約書。A ランク契約書、代打の切り札、ランダムが1枚、獲得することができます。で、その他、A ランクの選択契約書、代打の切り札、これが、5枚、獲得することができます。シリーズ1では、3枚4枚だったんですけれども、今回5枚獲得することができるので、一番最後らへんかな、S ランク契約書で当たった選手を即極みにすることができます。例えばね、一番最初の、原口さんがね、当たったとします、S ランクで。A ランク、原口選手を5枚獲得すれば、一応即極みにすることができます。いや、これはいい、報酬の調整かな。覚醒シリーズ、ランダムボックスがなくなったことによって、選択契約書の数を増やす。ランダムボックスの方が無
限に回収することはできるんですけれども、まあ、なくなったことを考慮すると、まあまあまあいいね、調整になっているんじゃないのかなと思います。一番最後は S ランク限界突破コーチ、覚醒限定獲得することができますと。まあ、報酬はこんな感じかな。まあ、無課金、美課金勢は必ず、まあ、一番最後までね、イベントは完走していってもらえればなと思います。ここからはイベントの進め方について話していきたいんですけれども、まずは試合へ、V ロード試練チャレンジカップが対象になっているんですけれども、まずはチャレンジカップからやっていってください。今週は12チームカップなんで、まあ誰でもね、参加できると思います。15エナジー、で、覚醒に必要なね、A ラン覚醒魂、ゴールド契約書と、まあ豪華な内容になっているので、必ずチャレンジカップからやっていってください。この後はどこで周回すべきなのか、今週は V ロード一択になります。マイページ、まあ、前回ね、団員認定戦が更新されました。まあ、得点で 1.2 倍選ぶことがね、できていると思うので、まあ、今回は V ロードで選手を育成していってください。まあ、試練、まあ、特殊能力がね、絶対に上げたいという方は、まあ、試練周回していってもらってもいいんですけれども、まあ、ほとんどの方は V ロードで、まあ、選手をね、育成していってもらえればなと思います。今回のイベントはこの3つのゲームで進められていきます。バッティングチャレンジ、スチールチャレンジ、フィールディングチャレンジ、上からやっていきましょう。バッティングチャレンジはもう一番簡単で、来る球を打つ、まあ、ホームランダービーとねほとんど同じような、まあ、システムになっています。相手はね菅野選手、まあ、あの打者に関してはね打ちやすい選手を選んでいってください。まあ、ホームランが打てる選手、あとはアーチスト降格の選手を、まあ、選んでいってもらえればなと。ホームランで7点、まあ、だから2回で最低2回かな、まあ、2回で達成することができます。バースさん調子悪いね。で相手はスローカーブ、これで達成かな、ノルマクリアと。早ければ早いほどそのクリアボーナスもあるので、まあ、2球以内に達成していってもらえればなと。次にスチールチャレンジやっていきましょう。プレイ選手選ぶことができるんですけれども、これはもう足の速い選手をね上から順番に並べていってください。まあ、今回イチロー選手でやっていきましょう。で、まあ、今回からね、その、3回、まあ、ノルマを達成すると、まあ、即終了するので、まあ、大体3回かな。3回で終わると思います。ノルマスコア。まあ、スタート判定があるので、ここね、見てやっていってください。で、2回目以降からなくなるのかな、これ。1回8点と。2回、3回目か、3回目以降からなくなる。これね、屈伸法というものがあるんですけれども、一番上で、行って、その後、屈伸を3回したタイミングで、なんかそのボタンを押すといい感じになる、まあそういった方法があるんですけれども、これはもう感覚でやった方がいいかな。うん、あんま屈伸法ね関係ないよね。あ、これ、あー、ちょっとこれミスった。で行きましょう。相手が動いたタイミングで、まあ、走力が速い選手であればね盗塁は簡単にできるんで、まあ、走力 A の選手やっていってください。でこれ3回で終わりました。いやこれね、今まではその残り2回もねやらないといけなかったんですけれども、いやこれねかなり時間短縮になったと思います。いい修正やね。最後フィールディングチャレンジやっていきましょう。守る選手選ぶことができるんですけれども、2塁3塁ショート枠を操作します。ショート枠で一番、守備数値が高いのは自分、源田さんなので源田さんを入れます。まあ、皆さんの、ね、持っている選手で、まあ、守備数値がね高い選手を入れていってください。西武の源田選手守備数で、セカンドは菊池さんかな。まあ、これが一番、守備能力が高い選手になっています。でサードは中村さんかな。一番高いのは長嶋さんだと思います。まあ、あとは守備 A のね自分大山さん持ってるんで、まあ、ここは大山さんかな。大山さん選んでいきましょう。こちらがサードの守備 A 大山選手、年代が2020年のシリーズ2かな。中村則弘さんより守備範囲が高いという、まあこれどうなんやろ、コナミさん、数値的にはどうなんやろ、中村さんと大山さんの数値を、まあ、比べた時に本当にそうなのか、まあコナミさんのあれなのか、まあよくわからないんですけれども、まあこの大山さんはかなり貴重なので今でもねずっと持っています。実際にやっていきましょう。3回操作するのかな。まあ、これね、緑の枠をフリック。ほんでタイミングよくタップ。2回タップして、まあ、グレード目指してやっていってください。まあ、簡単かな。無課金、未課金勢、まあ、最近始めた方でも、まあ、簡単にできると思います。で、このフリックは守備数値でね、関係するので、まあ、守備数値が高い選手、A ランク、B ランクの選手を入れていってください。これはノルマ達成しても、その、即終了はしないのかな。クイックで、グレートクイックでタイミングよくタッチ、タイミングよくタップ。最後の攻略情報が、このイベントではチャレンジャーを倒すと強敵が発生します。
強敵が発生した場合、残しておいてください。その強敵を残して他のチャレンジャーを倒すと強敵を呼びやすくなる、そういったねオカルト情報があるので、まあ必ずねこの方法をやっていってもらえればなと思います。まあ誰もね損することはないので、必ずこの方法はやっていってください。今回の動画はイベントプロスピパークが更新されたので攻略について話していきました。覚醒、代打の切り札、誰が強い選手なのか、狙いの選手は誰なのか、明日の朝7時15分に投稿するので、まあ、そちらもね見てもらえればなと思います。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、次回ね5万人目指して投稿しているので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね通知と、まあ、この動画にね高評価の方もよろしくお願いします。ということでありがとうございました。